皆さんこんにちは、ミラクルです。ということで、今回は年配人間のアルビジュリーやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、生理円月と、出たんですけど、あの福袋でね、出たということで、3つあったので、今回はね、アタッカー3人今いるんですけど、このアタッカー3人で生理円月とつけるプラス、いつも通りのアタック重視の装備、全員同じ装備なんですけど、これでね、Wi-Fi コロシアムね、やって、5人攻撃プラス攻撃 2.6 倍の攻撃数プラス1でプラス弱切れとかあったり、その他ものもいろいろあります。状態上とかちょっとあれなんですけど、属性耐性とかないんですけど、必中シールド文字もついてるんで、今回ねこれで Wi-Fi コンシェルもやっていきます。はい、行きましょう。さあ行きましょう。アタッカー3人なんでね、今回でもめっちゃ火力高いから、ちなみにこの方は全員レベル350でした。いけるんじゃない。うわ、強っ。あ、攻撃された。アタッカーなんで素早さ低いんですけどね。血出しちゃった。うわ、強え。おー、ナイス。強えな。うん。回復もないからな。もう速攻で倒していきたいな。足負けになるか。やべ、もうは、全部が、全部から服なら大丈夫っしょ。じゃあみんな感じるかとか。お相手もセールのやつですけど。さあ、HP 上回復か。でもいけるっしょ、こっから。攻めてこいっけね。OK。いけ。マジか。すばらしい、負けた。素早さ低いよな。なんて言うんだよね。インフェアか。火属性とか。はい、いいです。なんか2回攻撃あんまり見ねえな。あんまり2回攻撃見ない。あ、やべ、負けるかも。待って、もう赤死んだ。あー、死んだ。ほら、ほら。よしよし。あ、負けたわ、これ。マジか。あ、負けた。うわー。はい。というわけで。このね、企画をやってたまさかの、ランキングをね、めっちゃなんか1位取りまくる、なんかチーターに出会ったんですよね。はい。というわけで。戦おうか。絶対負けるけど。はい、行きましょう。つってもね、これもう350じゃねえ。相手がゴールドぐらいし、無理だろ。なんか名前がやばい人だよね。なんか、名前なんていう、どういう意味っていう感じの名前の人だよね、これ。チーターでしたよ、多分。なんかもう、地味にチーターって言われてた人。1位の人よ。1位のチーターが。やったわ。普通に。負けましたね、これ、絶対。このパーティーで勝てるわけやんねえだろ。まず攻撃すら当たらないんじゃないか、これ。負けたわ。普通に負けた。はい。はい、僕。さあ、やっていきます。お前で全員黒か？ペイントとかで塗ってる感じかな、これ。いきますか。アタッカー3人なんでね。さあ、いけ。赤ぼか。一応、あれ全員なんか使ってんのよ。あれ一ばっかだったけど。いいや。おぉ。アンコーターボか。マジか。スピアヘッド。うわ、強い。強くね、普通に。いや、負けたんだけど、スピアって2連続か、もう無理やん。あ、しんど。強え。さあ、行きましょう。4戦目かな、これで。なんか、うまくいい試合が取れないな。一試合は良かったけど、でもさあ、うわぁ、すべて負けんのか。勝った試合取りたいな。取れねえかな。勝ち試合取りたいけど。はい、オーナイス。やっぱ5人攻撃強えな。オッケー、一撃じゃん。
ボーイルドアップするのマジか。ジャスティスロードか。なるほど。ああ、これ復活とか倒しとかいいんだ先に。復活端っこにやってるのが厄介だな、これ。復活先に倒すわ。そっちの方が勝ち目あるかも。回復も狙っていこう。はい。よーし、一撃。おお、3人やった。ナイスです。でかいでかい。はい、オッケー、復活やり。オッケーオッケー、ナイス、オッケーオッケー、2人、よしよし。さあさあ、もういけんじゃない、俺頑張れだと。はい、す、4300、強えな。オッケー、勝利。ナイス。さあ行きましょう。ラスト試合かな、これが。時間的にね、ラスト試合にします、これで。オッケー、くせえ。勝てるかな、勝ちたいな。いえ、あ、カバーか。え、知らないの、まあ、1200受けなしてうーん、はいはい、あ、2回打たなかった。竜の量、あ、竜の量は大丈夫です、大丈夫です。オルゴンブレス猛毒か、うわ、3人猛毒。復活はやろう、まず。あ、みんながなかったか。うわ、一撃必殺か、マジか、死んだ。火力アップ、火力アップ。オッケー、5段階アップしたからね。オッケー。でもね、サワーかもアタッカーやばい。もう火力やばいと思うんで、一気に狙います。ああ。かばってくんの、マジか。竜の量か。せっかくね、もう火力5段階上がったから、もうタイタン打ったのと同じだからね、して。一気にやりたかった。無理か。カバー流か。あっち。え？何これ？何これ、モンスター。ああ、まあ大丈夫。700だ。全然 OK。ああ、でもやられちゃうな、これ。400しかない、あと AP が。あー、死んだ。一撃必殺撃たれた。マジか。はい、ってことでいかがだったでしょうか。今日はね、まあ、アタッカー3人、プラス、まあ、福袋でね、ゲットした戦略ゲットがね、まあ、3つあったので、まあ、まあ、火力 2.6 倍の、まあ、アタッカー3人でね、やるって結果だったんですけど、まあ、なんとかね、勝てる試合もありましたね。まあ、このパーティーネタパだからな、完全に。勝てるかちょっと心配だったんですけど、まあ、良かったです。まあ、そんな強くない方だったんで、まあ、これがオール500とかなってるのは間違いなく負けましたね。まあ3人っていうのもあるし、まあ、アタッカーっていうのもあるしね。まあ、この多分パーティー結構旅っぱとかで戦うには結構いい感じかなと思います。まあただワヒコロだったね。そんなに強くないかなっていうのが結果ですかね。まあ今後もね、こういう、まあなんか、パッと思いついたらこういうなんか面白いね、なんか比較みたいなのをね、ワヒコロでね、やっていきたいと思います。まあこれからもよければね、年配に応援してください。はい。それではここまでご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。